つもすまないねピーチ姫。おじいさんとおばあさんは美しいピーチ姫を大切に思い大事、ついにピーチ姫の美しさを聞きつけおじいさんの家へやってきたのです。お、行け。ああ、おじいさん、おばあさん、助けて。姫、ピーチ姫、おじいさん、おばあさん、引き上げるぞ。ピーチ姫。おじいさんとおばあさんは鬼のクッパ大王に連れて行かれたピーチ姫が心配で心配でたまりません。姫、ご無事でありますように。その夜もピーチ姫を思い出し夜空を見上げ悲しんでいたおじいさんとおばあさんの前に光の玉が落ちてきました。おばあさんや、じいさんや、見るとそれはそれは大きな桃が落ちているではありませんか。これは驚いた。おばあさんや、この桃動かなかったかい。そういえば動いたような。動いたばかりではありません。桃がパックリ2つに割れたかと思ったらひげを生やした元気のいい男の赤ちゃんが飛び出しました。あら、大きな桃が降ってきたかと思ったら中から男の子が。これも何かの授かり物じゃ、大切に育てましょう。それからというものおじいさんとおばあさんは赤ちゃんを連れ帰りマリオと名付けて育てることにしました。赤ちゃんはすくすく育ち、その早い成長ぶりに驚いたり喜んだり、立派な男の子になりました。立派に育ってくれましたねじいさんや。それにしてもこんな時ピーチ姫が。やめなさい、ばあさんや、思い出しても今の私たちの力ではどうしようもないんじゃ。よかったら聞かせてください。おじいさん、おばあさん、ピーチ姫がどうとか何のことですか。僕に話ですか。よし、そのクッパ大王とやらをやっつけピーチ姫を助け出してやる。マリオ、お前の気持ちはありがたいがクッパ大王には手下が大勢いるし叶う相手ではない。お前を危険な目に遭わせたくないんじゃよ。大丈夫です、僕に任せてください。きっとピーチ姫を助け出してきます。マリオ、おばあさん心配ありません、ピーチ姫を助けてきますからね。よしと、それじゃ行ってきます。気をつけてな。これはマリオの好きなものが入ってるお弁当だよ、持っておゆき。マリオ、ね、マリオ、これを持って行ってくれ。この銃は我が家に伝わる家宝の銃じゃ、持って行けば役に立つじゃろう。ありがとう、おじいさん、おばあさん、きっとピーチ姫を連れて帰ってきます。気をつけてな。行ってきます。
お願い、乱暴はよして、話せば話せば分かるんだから。激しい戦いが続きましたが、とうとうクッパ大王をやっつけることができました。鬼たちはスーパーマリオに降参して、二度と悪いことをしないと誓いました。そして人々から取り上げた宝物をみんな返しました。助けてくれてありがとう。いや、こうしてマリオはお供の三人とピーチ姫を連れ、人々に返す宝物をいっぱいに積み込んで、おじいさんとおばあさんのもとへと帰っていきました。